そして、まあ、これから中に入って、体験していただくんですけれども、中に何があるかと言いますと、フラスラというですね、立体 LED 装置があります。それを焚き火を取り囲むように皆さん周りに、並んでいただいて、生命38億年の物語を見てもらおうというのがこの、パビリオンの、ショーです。38億年という長い、歴史をですね、たった13分でお見せいたします。そして、この生命の物語というのはですね、進化の物語というのは一般的に、弱肉強食とかですね、優勝劣敗みたいな言葉で語られるように、闘争や競争の歴史だと思われています。ですけれども本当はそれは違うんですね。実は生命は絶えず協力したり共生し合ったりして、助け合いながら進化が進んできました。それを、私はリタという言葉で表しています。リタというのは利己主義の反対、生命は基本的に、利他的に振る舞って今日我々の、人間の命につながっています。それを見てもらおうとしています。これがリタの生命史ということなんですね。ぜひですね、利己主義ばっかり言ってるトランプ大統領に来てもらって、この館を体験してもらいたいなと思っているぐらいなんです。で、このリタの生命史を支えているキーワードが動的平衡という私の生命論の、コンセプトでございます。動的平衡というのは絶えず動きながらもバランスをとっている。そして、生命は絶えず手渡され続けている、リタ的に手渡され続けている、そういう物語を中で、展開いたします。皆さんの、世界観や生命観を、ガラリと変える体験が待っているかと思います。ぜひ楽しんでください。それではライブにご案内いたします。この万博ではですね、皆さん他の館もご覧になったかと思いますけれども、高細密の高解像度のすごいギラギラのこう LED 映像が満ち溢れていると思うんですけれども、私のこの命動的健康館ではですね、あえてそれにアンチテーゼを、発信して、こういうほのかな淡いですね、移ろいゆく命の儚さというのをですね、この微弱な点で表しておりますので、皆さん点と点を想像力でつなげながら、この、クラスラで展開する物語に、没入してみてください。でこのクラスラの展示が13分で終わりますと、後ろ側にあのスクリーンがあって、そこに、動的平衡とは何かという最後の締めくくりの映像が出ます。それでは皆さんお楽しみください。Shifting flow, constantly rebuilding itself while breaking down. 生命とは、絶えず自らを壊しながら作り続ける、移ろいゆく流れの中の一時的な存在です。And this ephemeral existence called life has been passed down without interruption. そして、そんな一時的な存在である命は、途切れることなく受け継がれてきました。This is not a history of struggle for survival, but a history of cooperation to continue life itself. それは生き残りをかけた争いの歴史ではなく、命
3.8 billion years ago, when life first emerged. Thank you.
in the sea, on the land, in the sky. 海に、陸に、空に。平衡感プロデューサー生物学者の福岡真一です。光の粒子が描く38億年の生命のドラマ、いかがでしたか。絶えず移ろいゆく流れの中で、リコではなく板によってつながれてきた命、その流れの中に私たちの命もまたあるのです。ところでこの宇宙にはあらゆるものは壊れ崩れていくというエントロピー増大の法則があります。でも生命は生きている間、一定の秩序やバランスを保っているように見えます。とても不思議なことです。かつてアンリ・ベルクソンはそれを生命や物質の下る坂を登ろうとする努力があると表現しました。坂を転がり落ちるはずのものが坂を登り返す、そんなことは本当に起こるのでしょうか。私は動的平衡によってそれが説明できることに気がつきました。坂を転がり落ちる円の一部を開いて、一方の端を壊し続け、もう一方の端を作り続けます。そして合成よりも分解を少しだけ多くすると、このように輪っかは下るはずの坂を登り返していくのです。これが動的平衡の状態です。しかも合成よりも分解が少しだけ多いので、輪っかは徐々に短くなり、やがては消えてしまいます。それはつまり、生命がいつか必ず死を迎えることを意味しています。命は有限であるからこそ輝きます。死は怖いことでも虚しいことでもありません。死があるから新しい生があり、進化が生まれます。死もまた命をつなぐリターなのです。私たちの命は板によって紡がれてきた38億年の生命の流れの中にあるのです。
日は命動的平衡館へご来場いただきありがとうございました。係員の案内に従って出口へお進みください。